月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、牛尾正人さん、軍事評論家、の牛尾正人さんです。毎日おいでになったこと、はい、随分焼けてますね、随分なんか海水浴でも行ったんですか。いえいえ、海の近くになんか可愛いですよ、なんかあの夏休みの少年みたいな感じで、はいはい、今日はですね、韓国の問題をまあお伺いしたんですけど、ジーソミアですね、主に軍事的なことなのでお伺いしたいなと思って、はい、たまたまですね、月刊花田で、今増刊号を作ってまして、この増刊のに寄稿していただいたんですけどね、これがまた素晴らしい、誰も言わない日本への実害っていうんでですね、ジーソミア、まあ、今月号の10月号で佐藤正久さんなんかもおっしゃってるんですけど、まあ、破棄しても日本にはそう影響ないんだと、こんなことをおっしゃってるんですけど、いや実はそうでもないよと、こういうことをですねきちんとお書きいただいて大変面白い、これはまあお話を伺いつつ伺っていきたいと思います。軍事情報、包括保護協定、うちの編集部ではですね、今までですね、ジーソミア言ってみろとこういうのが流行ってたんですよ、はい、若い編集部になかなか言えない、最近日本語では言えるようになったんで英語で言えと、はい、これでもなかなかですね苦労してるんですけどね、ジーソミアの問題なんですけど、これをですね、破棄ということをですね、まあ、韓国が、決断した、これはどういう意味合いがあるんですかね、これ。まあ、やっぱりタイミングを考えれば、うん、まあ、一連の日韓関係の悪化、まあ、特に日本側が取ったその、まあ、マスコミあるいは NHK の報道等によれば、はい、その貿易規制であるとか、まあ、当初は金融といったような、はい、まあ、非常に歪んだ誤ったイメージで、うん、まあ、韓国側に伝わったと、うん、まあ、いうことの反発を、まあ、本来別次元である、うん、まあ、安全保障の、しかも重要な、まあ、ジーソミアの問題に、うん、まあ、韓国側が、うん、まあ、自分たちはこれは相手に聞くカードだと思って切ってきたということだと思います。うんうん、ああ、相手に聞くカードだと思って切ってきたんですか。はい、うん、まあ、ただ正確にはですね、はい、その自動延長を、まあ、しないということを、ね、まあ、日本側に通告をしてきた、うん、ということですので、うん、まあ、実は本年の11月、まあ、22日いっぱいまでは、うん、まあ、まだ有効だということなんですね。うん、まあ、ですので実はその破棄通告騒動があった後に、はい、北朝鮮の弾道ミサイル発射が行われたわけですけれども、ね、うん、まあ、このことを受けて、まあ、おそらくこのジーソミアを受けて情報の共有ということが行われているということだと思いますので、まあ、すでに何らかの、そのなんかフェーズが変わったとかですね、いうことではないとは思うんですけれども、まあ、このままその韓国側がその撤回をするとか、まあ、姿勢を変えるといったようなことがなければ、うん、まあ、11月のもう23日には、うん、まあ、失効してしまうということで、ね、まあ、アメリカもですね、うん、まあ、一言で言えば考え直せということをですね、うん、まあ、はっきりと今伝えていると、うん、まあ、これがどこまでその効いてくるのか、うん、あ、まあ、これからあとこう1ヶ月ぐらいが山場かなという感じがしますね。あ、まあ、ちょっとその前にジーソミアっていうものは一体そのどういうことなのかということの解説からちょっとお願いしたいんですけど、はい、まあ、基本的には軍事情報というものは、はい、まあ、もちろんそのいわゆる軍事機密というふうに言われるようなものは、うん、特にですね、はい、まあ、他の国に漏れたら困るという性質のものです。しかしながら、まあ、現代では、例えば同盟国と一緒に戦うということですので、ね、うん、まあ、同盟国にはその自分たちの軍事情報を、まあ、相手にも渡すということをするわけですし、うん、まあ、そうしないと例えば日本とアメリカが一緒に戦うということが難しいわけですね。はい、うん、しかしその日本の情報をもらったアメリカがですね、うん、日本に無断でその情報をその他の国に渡してしまうということになると、まあ、日本としてはこれダダ漏れじゃないかと、うん、まあ、いうことになって困ると、うん、まあ、現場ではサードパーティールールというような英語の表現をしたりしますけれども、うん、要するに第三国にまあ漏らさないと、まあ、いうことを取り決めをするわけですね。うん、で、まあ、日韓間でこうしたことがこれまでなかったわけですけれども、うん、まあ、2016年に、ついにこのジーソミアを結んで
んだと、うんまあ、そのことによって日韓双方とも相手に渡した情報が、うん、その相手が知るのは当然だけれども、うん、その例えば韓国が中国に横流ししたりということはないという一定のその安心のもとで、うんまあ、情報の共有がまあ行われるというのがこのジーソミアという制度ですね、うんうん、これまでは日米、はい、それから韓国とアメリカは、うんまあ、あったわけですよね、はい、そういう協定がそういうことです、うんまあ、特にあの米韓はですねもともとそのいわゆる朝鮮戦争の後にですね作られているという長い歴史が あるわけですし、まあ、日米の間でも、うん、2007年には、まあ、正式に締結をされていると、うんまあ、いうことだったんですが、うんまあ、この日韓の間だけ、まあ、2016年までですね、うんまあ、このこうしたジーソミアの枠組みと、まあ、いうものがなかったと、うんまあ、したがって、まあ、日韓はお互いに、まあ、いわゆる軍事機密というものを、うんまあ、共有することができなかったと、うんまあ、いうことになるわけです、うんうん、その時点で結ばれたのはどういう理由なんですか、はいまあ、実はこの2016年もかなり年末の11月に、はいまあ、締結をされたということになるわけですが、まあ、2016年のまあ後半から、まあ、翌年の2017年の方がもう分かりやすいとは思いますが、うん核実験あるいは弾道ミサイルの相次ぐ発射、まあ、それはいわゆる ICBM といったものも撃たれましたし、うんまあ、日本列島を飛び越えていくと、まあ、いったようなことがあったわけです、でまあ、実はこの締結それ以前からですね必要性は叫ばれていたんですけれども、まあ、こういうものがないということで、はい、その度にですね、うんまあ、実はこの2016年に締結されるまではですね、はい、ジーソミアとはまた別にですね、はい、日米韓の3カ国で、うん北朝鮮の核やいわゆる弾道ミサイルの情報に関しては、はいまあ、例えば日本がアメリカに伝える そうですね、そしてアメリカが韓国に伝える、まあ、逆もあると、ちょっと手間がかかりますね、韓国からまあアメリカを経由して日本に伝わると、ねまあ、いったような形でですね、うんまあ、ギリギリその一定の情報の共有がされていたわけです、うんまあ、しかしその状態ですと、まあ、実はそのまず直接伝えればすぐ済む話がですね、そのアメリカを経由しなければいけないということになりますし、うん、もらったアメリカとしてもこれをそのまま伝えていいのかどうか、うん、一件ごとにその清掃しなければいけないということになり、まあ、その時間的にもコストもかかると、うんまあ、いうことで、やっぱりこれ2016年にこれ、結んだ方がいいだろうということで、うんまあ、当時のですね、うん、アメリカのオバマ政権の強い後押しがあって、まあ、これが結ばれたということですね、はいうんうん今度の破棄についてはアメリカは非常に怒ってるみたいですねこれはそういうことだと思います、うん、それはまあ必要性があって、うんまあオバマ政権とはいえアメリカ国アメリカ政府としてですね、うんまあ、後押しをして仲介をして、うん、ようやくまあ日韓その当時もですね、まあ、様々ないわゆる歴史認識の問題を含めて、うんまあ、トラブルがあったわけですけれども、うんまあ、それをまあまあまあという形ですねせっかく収めたのに、まあ、韓国側がまあいわば一方的にそのぶち壊したと、うんまあ、いうことですし、うん、しかも事前に何の相談もなかったそうですね、でそれを韓国政府の当局者はいやちゃんとアメリカ その了解は得てたんだということを説明していて、うん、俺たちは聞いてないよという形でもう完全に今カンカンに怒っているという状況ですね、うん、だからポン今度の原稿で牛尾さんが指摘なさってたけどポンペオがディスアポイントでって言ったのは、はいまあ、一応失望したというふうにまあ訳されるわけですけど、辞書をよく引くとですね裏切ったというのがあると、はい、そうなんですね、まあ、むしろ日本語としてはそういう語感を込めてですね、何度も繰り返してそのディサポイントという言葉も使っているということだと思いますが、まあ、それが韓国側になんか伝わっている気配がないのがですね、まあ、非常にこの問題の深刻さを表していると思いますねだってディサポイントっていう言葉自体がですねまあ、なかなか使いませんよね普通はその友好国同盟国に対してですね、うん、使うということはあんまりないんですけれども、ねねうんまあ、今回はそれがしかも一度ならずもですね繰り返し 国務長官も言ってるし、うん、国防総省もはっきりと言ってるということですので、まあ、韓国側は早くアメリカ その本気さということを気づくべきだと思いますけどね、うんうんうん言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその
遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。